久留米市を拠点とし、ゴスペルシンガーソングライターとして活動しています。ゴスペルとは良き知らせという意味です。ゴスペルを通して知った喜びを思いながら、皆さんお一人お一人にも喜びが届くことを願っています。オリベットの皆さんで言葉がある。落ち込み涙し、先が見えない、私の行く道はあるのか。生きている意味を探してる、あなたには伝えたい。目に見えるものが全てじゃない、ことがあるから、求める想いを持って、今ここに来て、花を生かす水のように、あなたを生かす言葉がある。あなただけに用意された計画があるから、飯があると思います。だからそのすごく言葉もそれから詩も入ってくるんで、目を開けて聴衆を見ながら歌う練習をしてください。これ練習しないと
目を閉じてその中に入っていって、で聴衆もその中に入っていくってのも一つなんだけど、一般の人たちっていうのはやっぱり目を開けてその人たちを見ながらそこに語っていくっていうことをちょっと意識してやられたりと思います。これだけこう伝えていくっていうことに対する、特に一般だと思います、クリスチャンというよりもまだ神を知らない人に伝えていくっていう使命だと思うんで、そこに徹底していくとすごくもっともっと開かれていくと思います。 今でも素晴らしいですけど、はい、ありがとうございました。